皆さんこんにちは。私たちトラフィテチャンネルでは次の休日に行きたい旅行をテーマにおすすめの国内旅行をご紹介しています。今回おすすめしたいのは日本一の宿場町、長野県の観光スポット奈良井宿です。今回から7回の動画では奈良井宿の見どころやアクセスの仕方、1泊2日のモデルコースまでたっぷりとご紹介しますよ。第1回の今回は奈良井宿という宿場町の特徴についてお伝えします。写真の通りノスタルジックな雰囲気漂う奈良井宿は江戸時代に整備された五街道の一つ中山道にある宿場町です。江戸の日本橋と京都の三条大橋を内陸経由で結ぶ街道中山道のちょうど真ん中にあるのが奈良井宿です。奈良井川沿いを緩やかに下りつつ約 1km にわたって町並みを形成する奈良井宿は日本最長の宿場町なんです。この町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、江戸時代の面影を色濃く残しています。日本のありのままの美しさを感じることのできる地として毎年国内外から多くの人が訪れています。旅籠の剣刀、千本格子など時代を超えた風格が感じられますね。私も昨年奈良井宿に訪れましたが、着いた途端にタイムスリップしたかと思うほどの街並みに魅了されてしまいました。秋の奈良井宿ではノスタルジックな宿場町と紅葉のコラボレーションが楽しめます。そんな奈良井宿の紅葉シーズンは例年10月中旬から11月中旬のようです。なお今年は9月後半に暑さが戻ってきた影響もあり、全国的に紅葉の色づき始めが遅いと聞いています。紅葉を目的に訪れた際は最新の紅葉情報をチェックするようにしてください。ということで今回は日本最長の宿場町奈良井宿の特徴をご紹介いたしました。次回第2回ではまるで江戸時代、奈良井宿の見どころ3選をテーマにお伝えします。ぜひご覧ください。